皆さん、こんにちは。長年芸能界で活躍してきたタレントや歌手、俳優の中で結婚という道に進んでいない方はいます。特に美人イケメンと言われてきた方の中でも結婚していない人はたくさんいます。一人の方が楽、一緒に暮らすことが想像できないなど、なかなかネガティブなことを述べている様子が見受けられます。さて、今回取り上げる方はどうなのでしょうか。この度なんと34年ぶりのビキニ姿が話題となっている森口博子さん、元祖バラドルの一人として数えられているベテランの芸能人です。最近ではあまりの変わらない美しさに美魔女とまで呼ばれている森口博子さん、未だ独身である。彼女の結婚観について探ってみたいと思います。元祖バラドルが今でも独身を貫くわけとは一体何なのでしょうか。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。まずは森口博子さんのプロフィールを簡単におさらいしておきましょう。森口博子さんは1968年6月13日生まれ、福岡県福岡市の出身です。森口博子さんは4人姉妹の末っ子でした。10代でスクールメイツに所属してレッスンを積む傍らで、音楽番組などでバックダンサーをしていました。アイドル歌手を目指してオーディションを受けていましたが落選続きだったそうです。 NHK 勝ち抜き歌謡天国で準優勝したことがきっかけでデビューすることになりました。1985年にスターチャイルドからアニメ機動戦士ゼータガンダムの後期オープニング曲の水の星へ愛を込めてでアイドル歌手としてデビューしています。その後は泣かず飛ばずだったため所属事務所からリストラ宣告をされてしまいました。しかし何でもやりますからという懇願に事務所はバラエティ番組の仕事を与えたようです。しかしそこからバラドルとして成功を収めることになり現在に至ります。運命はどう転ぶかわからないものです。モノクロテレビ。さて、大人のためのアニソンカバーアルバムアニソンカバーズ2を8月にリリースすることが発表された森口博子さん。これまで自身もアニメの主題歌を歌った過去があり、アニソン界ではもちろん知られた存在です。しかし今回はカバーソングの第2弾となります。第1弾は2023年5月24日に発表されています。今回の第2弾は1980年代から1990年代にかけて発表されたアニソンをセレクトしたアルバムとなっています。そして話題となっているのはアルバムのリリースもさることながらジャケットの写真だというのです。ジャケットの写真では34年ぶりのビキニ姿を披露しました。浮き輪に乗った森口博子さんの水着姿がフィーチャーされています。やや遠巻きに全身を写したものです。一方 X の写真は森口博子さんの腰から上を正面から撮っており、ジャケット写真と比べて近いため大胆さがはっきりとありありです。書き込まれたテキストには茶目っ気たっぷりにこんなハッシュタグがついていたそうです。ラッチューの。これは1990年代後半に女性お笑いコンビがオチで使っていたフレーズです。当時流行したものを引用しているのでしょう。これに SNS 上ではいろいろなコメントが寄せられました。水着姿が普通に魅力的、年齢など感じさせない美しさとスタイルなど、ネガティブな意見ではなく称賛の声が集まり大きな話題となりました。先ほども触れた通り、1985年にテレビアニメ機動戦士ゼータガンダムのオープニングテーマで歌手デビューした森口博子さん。その後1990年代にバラドルとして大ブレイクしました。当時はテレビで見ない日はないほど引っ張りだこだったことが記憶されています。看板番組を持つまで一世を風靡していました。一方、来年でデビュー40周年を迎える現在もビキニ姿などで何かと話題を振りまいており、ずっと芸能界で生き残っている印象が強い一人でもあります。バラエティ番組での露出が多いイメージですが、歌唱力に定評があり、実は今でも歌手として活躍しています。モノクロテレビ。ここまで活躍する森口博子さんにもたげる疑問はただ一つです。
冒頭でも取り上げた、なぜ結婚していないのかということです。今のところではありますが、55歳に至る現在まで一度も結婚歴がありません。やはりファンは気になっているようで、それらの疑問についてご本人が以前語っていたことがあります。森口博子さんのタレント性としては、トークの引き出しの多さが長く活躍し続ける武器の一つとなっています。まさにそのことも垣間見える発言でした。例えばアニソンデイズプラスでは、2019年当時芸能界が結婚ラッシュだったことについて次のように述べました。白馬の王子様が落馬したと以前から語っているが、気づけば白髪の王子様になっていると自虐を交えた独身ネタで笑いを誘っていたことがあります。他にも過去の恋愛トークも引き出しが多いことで有名です。誰だって波乱爆笑ではこれまで3回プロポーズされたことを告白しました。1回目は25歳の時で、結婚を前提に付き合うも森口博子さんが仕事を優先したことにより破局したとのことです。2回目が28歳の時で、ホームパーティーに招待された男性から求婚されたそうですが、1回目の彼との交際が続いていたため断念しました。そして3回目が31歳の時で、当時交際していた男性からプロポーズされたそうですが、相手は海外を飛び回る仕事をしていたため断ったというのです。つまりここからわかることは、結婚するチャンスはあったということで無縁ではなかったということです。結婚しない理由には様々ありますが、森口博子さんの場合、本当にタイミングが悪かったということがありそうです。結婚したくないからしていないのではなく、結婚する気はあるが歯車がうまく噛み合わなかったというのが真相でしょう。美魔女と称されるくらいですから、当然のことながらお声掛けがなかったとはおよそ想像ができません。そんな森口博子さんには今も熱烈なファンが多いのですが、実はあの人気アナウンサーも隠れファンだという情報があります。それは TBS の安住紳一郎アナです。安住さんのラジオ番組に森口博子さんが出演した際、その前年に自身のコンサートに安住さんが見に来てくれたそうです。その時森口博子さんが隠れファンと聞くと、安住さんはファンですよと断言していました。安住さんは森口博子さんのモノマネが得意だそうです。つまり真似をするほどバラエティ番組では存在感があったということなのでしょう。いかがだったでしょうか。今回は森口博子さんがこれまで結婚してこなかった理由について見てきました。森口博子さんの同期には中山美穂さん、斉藤由貴さん、南野陽子さん、浅香唯衣さんら、そうそうたる顔ぶれが名を連ねています。この85年組はどのメンバーも人気が高く、個性も強烈で生き残るのも大変だったことでしょう。加えて中学生の頃から地元福岡でアイドルのバックダンサーをやるなど下積み時代も長く、苦労人でもあります。こうした背景もあり、芸能界で生き残るためにバラエティ番組への挑戦にも積極的だった印象で、結果的にはそれが功を奏してバラドルの元祖と呼ばれるほどの存在になりました。1980年代末から1990年代にかけては、明るいキャラクターと優れたトーク力でスマップと共演していた夢がもりもりや人気クイズ番組クイズ年の差なんてなど、数多くのバラエティ番組で活躍したことをご存知の方も多いのではないでしょうか。一方アニソン歌手として NHK 紅白歌合戦にも6回出場しています。こうした点も息の長い人気につながっているのだと思われます。今でも精力的に音楽イベントに出演し、コンサートも開催している森口博子さん、派手さはなくとも地に足をつけた活動で、この先も安泰と言えそうです。トーク力もルックスも衰えず、歌手としても健在。同世代の井森美幸さんや山瀬まみさんのようなバラエティ番組に特化したタレントと同じポジションと思われがちですが、意外といそうでいないタイプの稀有なタレントであることは間違いありません。今回の動画の感想や
扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。